田崎市の会社の人たち、企業の人たちがね、若い人、あの新卒の人をね取るの大変だと。で、まあなんとかみんなで、あのいい方法ないかなんて話をね、ずいぶんしてたもんだからね、どうしたらいいかなって言って、例えば少しでも多少とでもお役に立つことなら、あのということでね、新卒の方で1年以内に、あの採用されてから1年以内ずっと市内の会社で働いている人に、あの特にまあ29歳以下って一応スタートしたんだけどね、10万円分の電子通貨を、高崎通貨って高崎市内だけで使える電子通貨をね交付してね、高崎に勤めてもらって、あの就職してもらってね、ありがとうということを気持ちを伝える予算を作ったんですよ。村田さんは、まあ、どうですか、自動車会社入って高崎に就職する経緯は、経緯というか、どうして高崎に就職することになったんですか。私は静岡出身なんですけれども、大学が群馬県立女子大学に通っていて、あ、そう、学生時代は玉村町に住んでいたんですけれども、就職したのが群馬トヨタ自動車で、高崎市にある会社ですので、就職と同時に高崎市に引っ越しまして、今に至ります。あの、あなたは全くその高崎市感謝状をあげたいぐらいなんだけどこの就職を機にご家族も高崎市へ移ってきたんて。そうですね。それどうして、どうしてって聞いたらどうして家族はコロナで、あのリモートワークでしたので、どちらに住んでいてもまあ支障なかったので、みんなで一緒に群馬県に移り住んだって感じです。それから次はその森さんですけどね、プリエスさんに勤められて、はい、ご出身も高崎。あ、そうです。あ、小中学校もな。あ、そうです、すぐ片岡中学出身です。片岡出身、いや片岡出身って書いて、それで高崎に勤めるようという気が初めからあった。そうですね、むしろ県外に出たいってあまり思わないで、あの実家から通いで、会社通ってるんですけど、特に県外出ようって思わず。もう普通若い人はね、自分の住んでる町を愛して自分の住んでる町で働きたいというふうに思う人とね、うん、一度は外へ早く出たい、親から離れたいっていうふうに思う人と、まあ2種類いるわね、うん、だけどもあなたの場合は高崎で生まれ育ちもね、高崎で。そうです。高崎以外のこと考えなかったから。そうです、ね、それはまあありがたい話ですね。それから次は、あの井田さんは、あの保育士さんだね。はい、保育園ってどこにもあるけど、やっぱり高崎に勤めようという気がもともとあった。もともとなんか群馬が好きで、なんかあんまりその県外に出たいなっていう気がなくって、なんか自然もあるし、な 車があればどこでも行けるしみたいな感じで、そんなに東京に行きたいとかはなかったので、群馬で就職しようかなっていう感じです。栄養士さんをやってらっしゃる大前さん。はい。栄養士さんって言ったら別に高崎なくてもいいでしょそうですね。どうして高崎やられてるの。いろんな病院等もありますので、うん、どうして選んだの高崎。高校まではずっと、あの小学校から高校までずっと、あの高崎の方で過ごしたんですけど、まあ一度やっぱり県外で経験してみたいという気持ちがあって、まあ、一度都内の方で大学4年間過ごしたんですけど、まあ、やっぱり高崎の過ごしやすさだったりとか、まあ、そういったところでもう一度高崎で、まあ、仕事したいなというふうに思って、一度こちらに。大学は県外出たわけだ、はい、県外の、はい、埼玉県内の。あ、埼玉県だもんね、はい、お母さんお父さん喜んだでしょえ、そうですね、結構祖父と祖母が特に喜んでました。あ、うちのおばあちゃん喜んだ、はい、そうだね。それで、まあ、こういう10万円みたいな、その就職奨励金っていうのを、あの差し上げることにしたんですけど、どう思う。あ、私まだ1円も使ってないんですよ。あの申請して来たいただいたんですけど、12月ぐらいにあの支給されて、どう使おうかなって今悩み中です。すごいありがたいです。 そう、ありがとうございます。いや無理に言わなくていい。お前さんは、はい、何使いましたか。もう来てる。あ、来てます、はい、受け取って使いました。
何使った？私はタブレット端末を買いました。結構職場 その勉強会だったりとか研修がやっぱりコロナ禍でオンラインなことが多いので、まあ、そういったところで使ったりは。熱心に仕事を考えてんだ。すごいね。井田さんはもう受け取った？受け取りました。どうした？まだ少ししか使ってなくて、その使ったのは仕事帰りにコンビニとかスーパーとかでちょっとしたものを買って、まだちょっと残ってるので、カメラが欲しいのでちょっと電気屋さんも入ってたのでちょっと買おうかなっていう思ってます。野田さんはもう手に入った？はい、いただけました。使った？高島屋でコスメ買いました。何を買った？化粧品です。あ、そうですか。コスメ、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 